はい、のくさん、こんにちは。速稼塾の久保です。今回ね、京急線ですか、あのジョーカーと名乗るちょっと変わった人がですね、20万円か30万円するスーツを着て、あ、やたらめったら切りつけるみたいな事件がありましたけども、怖いですね。でね、 Facebook を見てますと、のくさんから記事が上がってきて、動画付きで、あれはやらせなんじゃないかなっていうことで、何点かその根拠をね、お示しいただいた動画を拝見したんですけども、確かにそうだよねというふうに思わざるを得ないところが結構あったんですよ。まあ普段から私テレビを見ないんでね、この事件っていうのも知るのがだいぶ遅れたんですよ。で、そもそも世間で何が起こってるか、東京で何が起こってるか、田舎暮らしをしてる私には全く関係がないんで、テレビの情報とかっていうのは入ってこない方が私的にはね、すごく平和に暮らせるんですよね。で、私が取りに行く情報っていうのは流れ来た情報じゃなくて、自分の必要な情報をポイントポイントでピックアップしに行くんで、まあいわゆるね、デマが流れてくるってことがないんですよ。で、あとあやふやな情報とかが流れてくることがないんですよ。で、そもそもテレビってものを見ている人ってのは、テレビがね、相当な真実に基づいて、いろんな取材や根拠や、それから撮影スタッフのね、OK、許可が出て出されてるというふうに考えてると思いますけども、でも果たしてそうなんでしょうかと。みんながみんなやらせである可能性はあるんですよ。N 国党の立花隆さんは、ある不正を社内で見つけた時に相談しに行ったら、その相談を受けた上司ですら、いや、それはね、俺も関わってるんだよ、みたいな形で絶望したらしいんですよ。で、しかも、そのさらに上司に行っても、そのさらに上司に行っても、みんな不正に関わっていたと。気づいてみたら、不正に関わってないのは自分だけだったみたいなことでね、なんだこの世の中はっていうふうに驚愕したらしいんですよ。そしてその NHK の不正を暴くべき民放は NHK に忖度して全く報じないということで、 NHK が民放各社を支配しているという構造にも気づいたらしいんですよね。で、さらにその NHK ですけども、これも完全に外国資本が入ってきて、電通を通じてその外国資本に乗っ取られているんで、NHK ですら報じないことがある。例えば NHK 内部の不祥事、こういうのは報じないですよね。政治家の不祥事、これも報じません。報じなければ国民がずっと真実を知らないまんま、愚かな方に誘導されていくんですよね。そして相変わらず性的な快楽ですとかね、スポーツですとかね、その他のコンテンツにまみれていって、国民はどん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 自分の頭で考えるんではなくて、作り出された事件とか、作り出されたエンターテインメントの中で生活を送ることになります。つまり、私たちは考えることもなく、無謀の衆になり得るということなんですよね。情報化社会の怖いところってのは、みんなが思ってることが正解だ、みんながやってる方に行こうというふうに考えてしまうことと、そうせざるを得ない状況ってことなんですよ。最近の感染症で私もマスクをつける機会が増えました。それはですね、スーパーに行っても、百貨店に行っても、映画館に行っても、入り口にマスクと手洗い、アルコール消毒お願いしますって書いてあるわけですよ。それをしなければ入場が許可されないんですよね。これ何なんでしょうかね。いや、恐ろしいことだと思いますよ。みんながしてるからせざるを得ない状況が、店舗側の方とか会社側の方にもあると。だから、そうじゃないんじゃないかなって考えてる私たちも、それに従わざるを得ないということなんですよ。つまり、客観的に見たら、どういうふうな思いをしてようが、みんなが同じ行動をせざるを得ないような共産的な世の中、これが日本の今の姿じゃないかなと思います。最近ではね、私ね、子供と一緒に公園に行くことが多いんですけども、私はノーマスク、子供もノーマスクなんですよ。でも公園でランニングをしてる一人のご老人、マスクつけてますね。一人で運転してる方、マスクつけてますね。何なんでしょうかね。下手したら家の中にいる時でもマスクつけてるんじゃないかなと思うんですよ。そもそもマスクに妨害対策の効果はあるんでしょうか。ただ形だけマスクをつけているというふうに私には見えてならないんで、何なんだろうなと思っちゃいますよね。それからみんなでマスクをつけてるもんですから、たまにね、町内会の集会に行ってももう誰かわかんないですよ。いわゆる没個性化ってやつですよね。この多様性が叫ばれる時代に没個性化が始まってるということでございます。私なんて普段サングラスかけるんで、サングラスかけてマスクしてたらもうね、変態ですよ。うるせえやつらに出てくるね、面倒とかね、
諸星あたるが変装してる姿ってのはサングラスにマスクなんですけども、まさにあんな感じですね。はい、ということでね、ノクさんのいただいた動画に対してこっからちょっと検索してね、掘り込んでみたいと思いますので、もうちょっとお付き合いください。こちらをご覧ください。はい、京王線傷害放火事件やらせということで検索してみると、早速一番上の方にね、時事速報17、京京線殺傷放火事件の謎、事件は巧妙に仕組まれたと書いてますんで、ちょっとクリックしてみます。はい、やらせだったらしいですよ。うん、10月31日京京線の車内で男が刃物を振り回し、なんたらかんたらと放火してるっていう大事件ですよ。これ数十万人、数十万人ですかね、やっぱり何万人ぐらいの人が影響を受けたんでしょうか。そしてこの京京線の方からは公式な記者会見ってのあったんでしょうか。事件に見舞われた方の SNS でのアップってのあったんでしょうか。どうなんでしょうかね。うん、大変な事件が発生したということで、マスコミ各社は大騒ぎでこの事件を報道しました。報じたんですかね。次の日の報道とか、その次の日の報道ってどうですかね。で、京王線事件は不審な点だらけ。まずは、マスコミの到着が早すぎる。もともとマスコミがカメラを持って構えていたと。うん、まるで映画のロケのようですよね。この事件は発生直後に NHK において第一報が流されました。つまりは、NHK が先ほど申し上げたように、支配されてるわけですから、こういうふうなやらせ事情を取るのは朝飯前だってことなんですよね。はい、その時点ですでに発生直後の車内の様子をカメラが撮られているのがわかります。こんなことありえます？ね。一般乗客が、なんかたまたまね、録画したってんなら別ですよ。カメラ、かなり高性能のカメラを構えて、それこそね、片膝をついて撮影したんじゃないかみたいな。逃げる乗客の邪魔にならないように。どうなってるんでしょうかね、これはね。はい。さて、この動画を撮ったカメラは一体どこにあるんでしょうか。明らかに逃げていく乗客をバッチリ捉えられる車両の中央に固定されていて撮影されるように思いますと。乗り合わせた乗客の SNS での投稿がないと。ここですよね。うん。どうなんでしょうかね。駅に停車後、扉が開かない。これは何でなんでしょうか。うん。どういうことなんでしょうかね。この駅で、この電車に乗るのを待っていた人の行列ってのはあったんでしょうかね。あ、それで、この逃げ出す女性がね、かなり撮影されてますけども、不思議とスカートの女性がいなくって、もともとね、こういったことを想定されてるように、みんな、ズボンのスタイルなんですよね。スラックススタイルなんですよね。で、スニーカーとか履いてる女性がいますけども、逃げやすいような格好になってると。このパニック映像を撮りたいがために、ロケが行われてるんじゃないかなっていうふうなことすら感じてしまいます。で、返り血がないということですね。確かに、刃物でこの方はね、人を刺したというふうに言われてますけども、通常返り血が来るんですよ。ないですよね。おかしいですね、なんかね。本当にナイフで乗客を刺したんでしょうか。あと、クライシスアクターの存在っていうのがあります。極めつけと書いてますけども、クライシスアクターっていうのはね、いろんな報道の現場を撮る際に、タレントが紛れ込んでいて、その被害の状況をね、伝えやすいように怯えていたりとか逃げていたりっていうところをタレントを紛れ込まして臨場感を出しているってことなんですけども、その専用の役者さんがクライシスアクターということらしいです。さあ、そこにね、この人宮本春代さんという女性なんですけども、ある報道番組ではニューヨーク支局の宮本ですって出てるんですよ。でもある報道番組では看護師の宮本ですって出てるんですよ、 NHK スペシャルで。ある報道番組では街を行く若者に偶然インタビューをしたら、いや、ワクチンがどうとかって言ってるんですよね。で、ある時は、キャビンアテンダントとして、こう、インタビューに答えてるんですよ。この宮本春代さんって人はね、一人何役をやるエキストラなんですかね。もちろん演技力が高いから、いろんな現場でこういうふうな役をやらされてると思いますけども、この人は一体、どこの何という社員なんでしょうか。それとも複数同時の職業なんですかね。変わった人ですよね。まあ TBS の社員じゃないかって言われてるようですけども、だったら NHK スペシャルに出てるなよって話ですよね。で、京京線はやらせだったみたいなことも書いてますよね。で、10月31日は衆議院の投票対策ということで、電車乗るの怖いよねってことで、投票所に行くことがね、なくなってるのかもしれないですね。で、不正
選挙の恩賞、自動集計マシン武蔵の話もありますけども、いろいろと考えることあります。はい、なるほどね。はい、長いブログなんでちょっと別の記事いきましょうか。はい、じゃあ宮本春夫さんっていうのは何なんだということですけども、この人ね、京王線事件に宮本さんが映ってますよみたいな感じで、いやこれ宮本さんなのかどうか分かりませんよ、すでにわからないけど、そういうふうに主張する方がいるってことなんですかね。なるほど。まあこの人が宮本春夫さんですか。なんかね、似てるっていうか同じような人にも見えますけども、マスクをしてると分かんないですね。クライシスアクターっていうもののね、存在があることは、まあいろんなところで語られてるってことです。はい、じゃあもう一個ぐらい読んでみましょうか。これです。クライシスアクター、宮本春夫の確認はデマということだったんですけども、そういうふうに考えている方がいます。陰謀論者でっち上げ、つまりね、京王線刺殺事件がやらせだったというふうに陰謀を刷り込みたい人もいるってことなんですよ。で、この宮本春夫さんがあちこちに出てるよってのも、単なる似てる人を群衆の中で見つけて、この人、宮本春夫さんと同一人物じゃないですかっていうふうに言ってるんじゃないかなってことなんですよ。ですんでね、一つの考え方を、なるほどなーっていうふうに納得した時には、逆の考え方から別の見方ができないかなっていうふうなね、ことも、やっぱ見ていかないといけないかなと思うんですよ。この宮本春夫さんって方も、もしかしたらね、この人とか同一人物には私は思えないんですよ。この人が宮本春夫さんですかって違うと思うんですよ。これはちょっと無理やりすぎるんじゃないかなと思いますよね。これね。で、次。この人も同じ人に見えなくもないですけども、違う人なんじゃないかなと思うんですけどね。これもなんかね、どうなんですかね。だから何でもかんでも宮本春夫さんですよっていうふうに言うんではなくてね。この後ろの人とかがマスクしてるから分かんないじゃないですか、これ。これもだから目しか見えてないんで分かんないですよね。私の女性を見る目がないのかもしれませんけども、何でもかんでもデマ扱いしてもいいってもんではないと思うんですけどもね。はい、でも今回の事件、ノクさんが言われるようにおかしな点が複数あるのは確かなんですよ。その上で、いやでも報道が正しいのかもしんないよねと、もしくはやっぱりこれは報道デマであって陰謀論者ではないんだけども、何かの陰謀が隠れてるんじゃないかなっていうふうに見ることもまああるかなと。そして第3の視点、第4の視点、第5の視点っていうふうに、自分ならこういうふうな説を立てるよっていうふうな頭をね、鍛えていくことがこの情報化社会に必要なんじゃないかなと思いますね。まあそもそもテレビから情報を取るっていう時代ではないですから、我が家でもテレビありますけども、まあ、大和くんのね、教育番組以外は全く見てないんですよ。でもその教育番組にしてもですね、なんかこれからの時代は英語が必要だからみたいな感じで、もうね、何十年も前から英語教育が語られてるんですけども、英語を話す日本人っていうのがほとんどいないことと、それからですね、そもそもパスポートを持ってる日本人が4人に1人しかいないということを考えると、本当にこの国には、グローバリズムってのが来てるんでしょうかと。日本人でありながら世界中に飛び立って、そのいろんな国のコンビニで働いたり、飲食店で働いたり、農家で働いたりする方ってのはいるんでしょうかと思ったら、あんまりいないと思うんですよ。でも逆にですね、世界中から日本の市場を求めて働きに来る方はいるじゃないですか。コンビニで働いたり、牛丼屋で働いたり、スーパーで働いたり、介護の現場で働いたり、農業で従事していたりとか、その方たちは日本語をしっかり覚えてきますよね。私たちはすでにこの日本という国に封じ込められてるんじゃないかなっていう気がするんですよ。と同時に私たちはそれを消極的に望んでいるのかなと。それがいくら教育を受けても世界のことに疎い私たちの正体なんじゃないかなと思うんですよね。でもそれも肯定できないことではないんですよ。私たちはもしかしたら世界で唯一残された少数民族、日本人かもしれません。根血が恐ろしくゆっくりしか進まない、純粋な日本人が大半を占めるこの国、1億人の少数民族日本っていうのは、日本人だけでこれからも構成されていくのかもしれないですよね。その本能がもしかしたら、世界中に出ることを拒み、他の国からこの日本に来る人を何らかの形で排除しようとしている、そういったところにもつながるのかなとかね。
さあ私たちは一体どこから来てどこに行くんでしょうか。あまり考えすぎると頭が痛くなるんで、この辺で寝させてもらいます。ありがとうございました。じゃあ、奥さんまた動画を送ってください。